こんんにちは、花さんまあ人がね自分の過去に辛い思いをどれだけ持つのか何に苦しみを持つのかこれはね本当に人それぞれになっちゃうんですよね。あの苦痛に耐えるレベルってのがみんんな違うんで,すよですんでねあの、まあ、よく学校でいじめられたりとかのけ者にされたりとか無視されたりするのが辛いっていう方もいますしそれは本当に辛いんでしょうその人にとってみたら。でも、孤独を愛する 子供にととっっててみたら、むしろね、無視されることって喜びなんですよ。誰にも構ってもらえない「やったー!」ーみたいな感じなんですよね。それこそね友達100人できるかなとかね友達と元気に遊びましょうとか団体行動のね、尊さとかねなんかそんなことを強調するから孤独でいるのが悪いみたいになっちゃうんですよ。で1人でポツンとせっかく、うん、望む1人を演じているのにあら仲間外れになってるわあこっちおいでみたいな感じで強制的に。 友達に刺したりとかあとねフォークダンスなんて踊りたくないのにあれなんか手をつないでこうやらないといけないんでしょ、うん、だからあれもなんかまあしょうがないんでしょうけどもねちょっと話それちゃったんですけどもそのまあトラウマっていう言葉がねものすごく安く使われちゃってるところはあるんですよね。であと過去をものすごく大事にしすぎですよね人っていうのは。それよりも 過去みたいなものよりもまだね白紙のキャンバスの未来に対して将来をどうしたいかってことを描かなくてはいけないのにとにかく過去にこだわると過ぎ去ったことをずっと大事にするともちろん、えー、英語とか数学とか漢字とか過去を使って未来を構築する最低限のツールは必要ですけどもじゃあね過去に思い出したくもないような辛いことにあったっていうのをわざわざ自分で思い出して暗くなって 現在や未来までね積んでしまってどうするのかなと思っちゃいますよねもちろんなんかね悪いやつがつきまとって思い出したくもないような過去をね繰り返し繰り返し押し付けてくるような環境ありますよそれは本当にうーん今が辛いと思いますし将来に希望を持てないと思うんでそれはそれでね考えなくてはいけませんけどももうすでに過ぎ去ってるのに二十歳とか三十になっていやー小学校中学校で辛い目に遭っちゃってさーとかねい,いつまで言っとんやみたいな感じですよね もう過ぎ去ったわけだから、うん、じゃあ小学生とか中学生の時に痛い目に遭ったのが分かった、うん、じゃあ去年はどうだったんですか一昨年はどうだったんですかと昨日はどうだったんですかっていうふうにもっと近い過去に目を向けてね、えー、それでそれすらもうもうね、えー、小学校中学校のやつらの付きまといで昨日も悲惨な目に遭ったんだっていうことだったらこれあちょっとねなんとか対処しないといけないと思いますけどもすでにお前をいじめていた 環境も人もも人時代も過ぎ去ってるでしょってことなんですよねでそういう意味でやっぱりこう前向きと言ったらあれですけどもね私たちは忘れる能力を身につけてるんですよで忘れてすぐに、うん、次の一歩を踏み出していくってうことで、うん、どんどんね未来っていうのは自分の思い通りになっていくのかなと思うんですよねだから過去にこだわるとその引きずった過去が未来の可能性すら閉じてしまってしまいにはね 命をもうやめてててししままううかっっことにもなってしまうんでどういう教育をするかっていうことどういう家庭教育をするのかどういうふうな情報を考え方を身につけるべきかっていうのは早く過去を忘れましょうってうことかなと思いますよね。もちろん未来に携えていって有利な過去っていうのは持っていくべきですよさっき言ったような教育とかあの覚えておいた方が得なこととかいい思い出とかね温かい愛情とか、うん。どうなんですかね。自分がひどいいいい目にあったことをいちいち,いち,いち思い出して なんか「ツに入ってるって言ったらまたね言い過ぎになっちゃいますけどもいや違うんだと本当に大事なのはこれからなんだよってことだと思うんですよビジネスってのはまさにそういったものの連続ですからね理不尽にあったり痛い目にあったり詐欺られたりとかもうボッコボコですよ満身創痍ですよでもそんなひどい目に100回合わされても100人に裏切られても次に出会う101人目とか次に起きるエピソードとは全く関係ないんですよ ね、じゃあ今日の動画のちょっとねまとめと結論に至っていこうと思いますけどもこれはねあの恋人関係にちょっと例えていきましょうかある女の子と出会った時にまあね、えー、いい感じになっていきますで告白を男の子が女の子にしますと一緒に付き合っていこうよ女の子もまんざらではないみたいですでもこんなこと言うんですよごめんねって私は今まで男の人にいろいろね騙されたりひどい目になってきたから あななたのこともすぐに信用できるかかかどうか分かんないちょっとだけ様子を見さして失礼なこと言っちゃうかもしれないけどみたいにね言うんですよ。なんかね一旦一,点一見ね筋が通っているような感じですけどもちょっと待ってと。あの君がね今までどんなにかひどい目にあったか分からないけどもその人たちと俺は全く関係ない一人の一個の新しい人格だよ。なんんでで君が選んできたセンスの悪い 男性のその悪い特徴をね俺にまで投影するんだ投影するんだってことになっちゃうじゃないですか、うん、それこそねあの過去をを引きずって未来をダメにすすする一つの要因なんででよよねねひどい話ですよ、ね、だってその女の子が勝手にひどい目に遭ってきたことを今出会ったばかりの自分にまで押し付けてくるわけですから、うん、そういう身勝手なね防御本能はいらないということなんじゃないかなと思いますよねそれに もしね、失敗は成功のもとって言うんだったらそうやってひどい目に遭ってきたから俺とうまくいくみたいには考えられないのみたいなつまりね失敗は続けると次の挑戦も怖くなるってことなんですよだから成功ばっかりしてる方が絶対にいいんですよね失敗は成功のもとってのはある意味失敗続きの人を励ましてくれる言葉にはなりますけどもでも本質を見誤らせることにもなりますんでしっかりと使い分けていかないのかな つかないわけでいかないといけないのかなと思ってますけどねそれは失敗続きで成功をつかむよりも成功しかない方がいいじゃないですかでもなかなかそうはいかないですよねだから失敗を繰り返すたんびに失敗は成功のもつだっていうふうに自分を励ましていくこといいと思いますよだったらねトラウマだなんだって言ってないで昔こういうひどい目にあったからそれをやっぱり踏み越えてこれからはいいことしか起きないんだっていうふうに考えればいいのにね なんか都合のいいところばっかりね。うん。なんか自分を美化するようなことを取り出していって、どんどん深みにはまっていくのかなと思うんですよ。だからそういう意味で考え方をもっともっと変えていかないと、それだけで人生ってのは過ぎちゃいますからね。まあ、というふうに私の場合は捉えてますけどね。ひどい目に遭えば会うほどうん、それだけひどい目に遭ったんだから。だからこれからいいことが起きるに違いないぞって思うわけですよ。ね。これだけ振られてきたんだから。 次の出会いはうまくいくんじゃないかな、みたいな思うわけですよ。でも、いちいちトラウマを持ち出す人って、今うまくいきそうにないのも、昔うまくいかなかったからだっていうね、わけのわかんない理屈を出してくるんですよね。まあそれで、自分自分自身納得してるんだったらもうね、どうしようもないんですけどね。その繰り返しで、よろしいんでしょうかってことですよねで。じゃあ本日は以上です。